ポポちゃん。セキセイインコのポポちゃん。はい。今見てね。体温が下がってる。うん、これって一番良くないサインで、体温が下がってるもんだから動けないし、はい、体も膨らますし、うん、で体温が下がってくるといろんな機能が落ちてきますよね。はい、あの多臓器、多臓あの、不全と言いますか、はい、要は多臓器ってことは肺とか心臓とか肺とか肝臓とか腎臓とか胃とか腸とか、うん、いろんな機能が落ちてくるんですよ。それでアウトになっちゃうケースが多いです。うん、であと鳥って三つ胃袋がありましてね、外から触れるのは一番目の胃袋、スノーだけです。スノーなんですけどここですね、でここに餌が絶えず入ってなきゃダメです。で夜はかなりたくさん入ります。まあついでに言うと2番目が繊維、3番目が筋、これは外からでは分かんない、レントゲン取らなきゃ分かんない。だけどこんな状態の怖い人レントゲン取るのはよろしくないですね。まずは治療を優先しなきゃいけないから。でもうとにかくこういう子の場合は保温、かなり積極的な保温保湿、はい、それで今あの部屋は酸素がガンガン流れてます、はい、こういう環境に起こってから治療のまあ 50% ぐらい占めますね。でその上で今見てご飯も食べてないからちょっとお薬、だけど薬の前にまずご飯を食べないからね、でご飯をあん中に入ってても食べ出さないんだったら、薬の前に栄養補助しますよ。流動食をちょっと与えて、栄養補助をして、ごめんなさい順番が来て補助をして、その上で吐き戻さなければ薬を、胃腸の機能を高める薬とかね、あと内臓の機能を高める薬とか与えたりします。そうやってやっていこうと思うと入院しないと治療はできないです。この場だけでお薬出してっていうわけ、はい、そういうことですね。で元の原因は何なのかはそれはちょっとわからない。で状態が体温が上がってきて状態がちょっと高まったところでレントゲン取りたい、だから便してくれれば検便は別にあの子の負担にはならないから、うんちしたら、まあ、うんちは調べたいと思いますけど、はい、まあでも鳥ってそんなに検査たくさんできないから、まあその辺ですかね。吐いたりとかはしてないんですよね。あ、それはしてないですね。でさっきさ体重37、いつでした？1月ね、に37でしょ。で今の体重が34ですよ。ということはこの鳥の3グラム大きいですよね。人間で言ったらさ3キロか3、4キロ減ったことになっちゃいますね。でまあ鳥の1ヶ月、人間ってさ人は80年ぐらいですよね。で石製の場合は10年ぐらい、別に寿命だから大体8倍ぐらいだから1ヶ月で、まあ、人間で8ヶ月分ぐらいには相当するってことで、5歳過ぎるとシニアになります。だからなんか体の中に持ってるかもしれないからレントゲンぐらいは取りたいんだけどね。でもまずは体温を高めてあげるな、食べるかどうか、それでも食べなきゃちょっと栄養補助をしてあげな、それから次いつも食べてるご飯ね、皮付き混合とアワホ、はい、でボレーコーンも入ってますかね、皮付き混合の中に。持ってきた袋は持ってこなかったです。あのカゴに入ってる、はい、中に入ってます。入ってますね、この白い平べったいやつ。あ、それがボレーなんですか。これボレー粉、だからあの皮付き混合にボレー粉、これはこのボレー粉って結構大事でね、カルシウム分なんですよ、はい、でボレー粉以外でカルシウムを補うものとしては例えばイカの粉とかね、ミネラルブロックとか、あのエンドってやつは入れてあります。入れてあります、エンドはおすすめじゃない。あ、おすすめじゃないんだ。エンドはおすすめじゃない。なんでかっていうとこのエンドって塩が入ってるから、塩がさその商品によってすごいまちまちなんですよ。あ、だからあんまりそれよりもボレー粉やった方がいいです。こっちの方ね。で、あとどうしてもさ下に置くからうんちとかおしっこで汚れるじゃないですか。そうですね。
で、うんちってね、検便するともう細菌が正常でもいっぱいいます、うん、と繁殖、暖かいところにいれば細菌も増えちゃう可能性もあるから、うん、まあ、エンドはやめましょう、うん、で、あと皮むき、これはまあ、ちっちゃい時だけですね、うん、で、種があって皮があって、種があって胚芽っていう部分があって、ここが一番栄養価があるところ、高いところなんですけど、うん、あの皮むきは皮がむけてて胚芽も取れてるから、うん、だからこちらはやらないと、うん、だから今の感じがいいですね、うんうん、それとあとはあの完全栄養食としてね、ペレットとかね、うん、パウダーのフードがあるんですよ、うん、こういうのも食べれると割といいです、うん、あれ野菜カリカリみたいなやつは食べるんですけど、うん、なんていうの、まあ、野菜 の、 そのドライの野菜、乾燥野菜じゃなくて、あの小鳥用の完全養殖のプレートかパウダーがいいですね。だからペレット食べ慣れてない子、食べあの入れとくの価値はありますよ。で一応は今は巻いてありますけど、でまあ皮付き食べる子はとりあえず振りかければパウダーを、皮付き食べた時にパウダーも食べれるからいいかなと。それから受付で聞かれたと思いますけど、日光浴ね、これめちゃ大事です。そうなんだ、うん、でガラス越しはダメ、うん、ガラスあの UVB を浴びてほしいんですよね、うん、でガラスは UVB でガラスを通さないから網戸越しとかね、うん、だったら OK です、うん、でこんな寒い時だから、うん、具合が1分でいいですよ、1分から30分。あ、そんな短くていい。いや、この寒い時にさ、30分も1時間もやったら調子悪くなっちゃうじゃないですか、うん、だから部屋暖かくしといて、日が当たる時に窓を開けてあげて、その日の当たるところに置いてあげるのはとってもいいことです。でこれを浴びることによって体の中のビタミン D がですね、活性型のビタミン D になるんですね。そこの活性型のビタミン D があのカルシウムの代謝を良くしてくれるのが一つと、それから僕らでもそうだけど免疫力が上がります。うん、だから絶対自然の日は当たった方がいいかなと思いますね。まあ、これはちょっと体調が良くなってからの話ですけどね、うん、で、あの OK であればじゃあお預かりして治療します。で、お預かりして治療したら お家で工作してほしいんですけど、うん、簡易保育器、うん、要はあったかい部屋を作ってほしいんですけど、うん、こういう鳥かごに入れるじゃないですか、うん、お家にはこれと大きいやつ、大きいやつ、はい、ちょっと体調が大きいとなかなか温めるの大変なんで、うん、これが入るぐらいの発泡スチロールの箱、うん、なければ段ボールでもいいですけど、うん、そういう箱の中に鳥かごを入れる、うん、で中見えないと困るんでちょっと横をくり抜いて、うん、まあクリアファイルみたいなのを置いて、うん、ここのこの中に鳥かごが入るわけですね、うん、それでここは窓を作ってもらって、まあこういうのを見えるところに温度湿度計を、うん、温度湿度計を置いていただいて、そんであとこの箱とカゴの下にね、間にあのペットヒーターかもしくは使い捨てカイロ、うん、床下から暖かい方がいいですから、うん、で完全に密閉して、うん、でも空気穴は欲しいんでちょっと穴は開けて、そんであのポポちゃんいないけどこういう部屋を作ってください、うん、でなんとか目標は30度、うん、超えて湿度が 40% になるように、うん、こういう簡易保育器を作っていただけるといいです。そうするとあの良くなった時の退院が早まります、うん、ということかな。であとで一回止めますね。